はい、おはようございます。今日の日付は2023年の3月の2日、今の時間が6時34分か5分。ここは四国高知県の高知駅です。今日はあの特急列車に、四国の特急列車とか土佐黒沢鉄道に乗りまくる旅の2日目でありまして、今日の目的はこの高知から中村というところまで特急で足摺りかなんかで行って、そしてその中村から愛媛県の宇和島まで与都線で行き、そしてその宇和島からまた乗り換えて特急和歌に乗って松山に行こうと思っています。というわけで今日の動画もよろしくお願いします。列車に乗る前にまず高知観光、こちら高知城です。土佐24万石のその城ですけれど、それを建てたのが山内和豊という武将、豊臣秀吉の家臣ですが、まあ織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えたと言った方が正しいか。こちらの方が昔大河ドラマでもありましたけど、なんだっけ、光明が辻か、それで、妻の千代が、内助の子でどうこうとか、そういう逸話もありますけど、こちらが初代藩主でございます。そしてまた高知藩出身の人物、土佐藩出身として有名なのが、こちらの銅像にあるように板垣退助、自由民権運動を推進したそういった人間ですよね。明治政府の高官、後の内務大臣なんかも兼任した人物で、もともと土佐の国は長宗我部氏が治めていたわけですが、その長宗我部氏から取って代わった山内氏、その山内氏の最後の藩主、山内豊重、最後ではなかったっけ、豊重は特に幕末四大藩主となんか呼ばれたりもしています。そして特急に乗ってこれからまたじゃあ中村の方に行くかということで高知駅に行ったんですけど、結局またもう一回高知城に戻ってきました。なんでかというと切符をなくしたからなんですね。今回使っている切符がどっか行ってしまった、大変なことになったと思ったんですが、ちゃんとありました、まあ、最後に見たのがこの高知城だったんで、高知城のどっかで落としたに違いないということで大慌てで戻ったところ、板垣退助の銅像の真下に落ちていました。危なかった。これをなくしたら大変なことになることでした。ちょうどね、2ヶ月前の、冬の青春18切符旅っていう動画を出したんですけど、その時も18切符なくしたし、なんならね、結局その時は見つからなかったんで、もう一回18切符買い直しましたけど、8月も、9月かな、その時も、小樽で18切符なくしたんで、その時は結局ね、自分で持ってたんですけど、まあ、そうやって最近切符をなくすことがよくあるんで、本当気をつけなきゃいけないなということをね、反省した次第でありますよ。そんなこんなで乗ろうとしていた特急列車も行ってしまったんですけどね、もう自分のせいですけど、ほんとね、ちゃんと気をつけよう。今度から GPS をつけた装置に切符を入れとこうと思うんですけど、まあとにかくもかく、これから旅を再開します。これから乗るのが特急、足摺中村行きです。アンパンマンのマーチが鳴り響く中やってきました。こちらの足摺2000系の車両、ディーゼルカーでございまして、こちらの車両に乗って中村に行こうということでございます。四国はどこに行ってもアンパンマン列車が走っておりまして、あちこちでアンパンマンを見かけます。鳴り響く音楽もアンパンマン、つまりパンパンマンのアンパンマンがありまして、アンパンのパンパンがパンパンがパン。オープンザドア、ドアあれなんですね、外側に浮き出るっていう、なんて言って言えばいいんだかいいんだか、まあいいや、こちらが列車の車内でございます。他の列車、特急剣山とかにもそうでしたけど、それと中は同じなんですね。車内は同じ。前の方は指定席となっており、8番から後ろが自由席。枕カバーが白いのが自由席で、青いのが指定席ということになっています。そして高知駅は出発、この列車は中村行きということで、途中の停車駅が、なんだっけ、伊野、そしてそこから先は忘れちゃいましたけど、いくつかの駅に停まりながら中村に行くというわけです。中村というのは高知県の西の方で、土佐黒沢鉄道の駅になります。ちなみに中村は小京都、土佐の小京都なんかとも呼ばれる、そういった場所です。高知駅を出た特急列車の次の停車駅が伊野駅なんですけど、そんな伊野駅まで路面電車が走っています。
ごめんなハリセン、土佐殺し、間違えた、土佐電鉄の、ごめんなハリセンというのはもう五面駅から、井野駅まで結ぶ日本一長い路面電車の路線として有名です。足元には足を置くためのなんていうか分かりませんけど、足を置くスペースというか部品がついています。そして中もこんな感じ、まあめちゃくちゃものすごい快適で、ね、工夫された車内とかそういうあれではありませんけれど、普通に乗っていて快適ですよ。久保川駅を過ぎてやがて隣の若井駅も過ぎると、そのうち線路が2つに分かれます。向こう側に分かれていたあちらの線路は与党線、宇和島、愛媛県の宇和島までを結ぶ路線です。私たちが乗っているのが土佐黒潮鉄道の路線。そしてやがて向こう側の与党線は右側に分かれていき、私たちの乗る土佐黒潮鉄道は左側に分かれていきます。そしてこの土佐黒潮鉄道の路線はこれからループ線に入ります。ループ線、ちょっと与党線のあれが分かれてきましたけど、そしてループ線が気づいたら終わっていました。眼下に線路が見えるかなと思ったんですが見えませんでした。ループ線このような感じでぐるっと一周しております。この辺りの上り坂があるいは下り坂が急勾配な時にぐるっと一周して距離を稼いで少しでもね、あの急勾配の坂を和らげようと、まあそういう感じなんですね。だから急な坂を登る時に、直接まっすぐ行ったんじゃ登れないけれども、あの斜めにずっと進んでいけば、急勾配も少しは楽になって、距離は確かに伸びるけど楽に進めるよねと、そういった感じですね。列車の左側には土佐の美しい海が見えます。こちらも太平洋。土佐高知県といえばカツオのたたきが有名ですよね。そんなカツオも釣れるんでしょうか、ちょっと知りませんけど、カツオのたたきもともとは刺身で食べていたんだけど中毒になる人が多く出たので、確か江戸時代に一回禁止されたんだけど、それをカツオの刺身を炙って、そしてこれは刺身じゃないということで言い張って食べるようになったのが始まりだったらしいような気がします。そしてこちら中村駅です。向こうに出ていたのが先へ進むすくも行きの列車。本当はすくもというところまで行こうと思ったんですが、今回はやめとくことにします。カツオ宿題はし最初の中村じゃないよとこだっけ、久保川方面に行く列車が出るんで、あんまり時間もないんですけどね、ありますか、あと10分で何か電車が出ちゃいます。本当にすくもに行こうと思ったんですけど、もっと先の
さっきの足摺り中村、高知から中村に、そこからさらに向こうの宿毛ってとこまで行こうと思ったんですけど、今回やめときます。まあまた今度ね、だるま夕日も見に来ようかと思うんで、その時でいいんじゃないでしょうか。それで急に真っ暗になってますけど、別に壊れたとかじゃなくて、これから中村駅から乗り換えて湯戸線に乗って、そして宇和島に行くんですが、その時の様子を動画に、この動画に一緒にするとちょっと動画が長くなるんで、もう切りもいいし、ここで終わらせていただこうと思います。続きもぜひご視聴ください。ありがとうございました。